ムルマンスク軌道は、かつて、ソビエト連邦の都市、ムルマンスクに存在した軽便鉄道の名称。同都市が創設されるきっかけとなった、ムルマンスク港から市内への物資輸送をしたいとし、1918年から1934年まで運行された。この項目では、計画のみに終わったムルマンスク市内の路面電車についても解説する。 北極圏に位置するロシアの都市、ムルマンスクは第一次世界大戦の中でロシア帝国が同盟国からの物資を受け入れるために創設されたムルマンスク港やそれ以前から計画されていたムルマンスク駅といった交通、物流拠点を中心とした開発計画に基づき、停戦時代で最後に創設された港湾都市である。その後に勃発したロシア革命期も イギリスやフランスなどの連合国軍は引き続き、ムルマンスクに駐留し、赤軍との戦いを続けていた。ムルマンスク軌道はその中で、ムルマンスク港から各地の倉庫への物資輸送を目的として1918年に建設された、基間 600mm の軽便鉄道で、イギリス軍の指揮のもと、赤軍の捕虜によって敷設が行われた。同軌道では、開業時から、 来年動力が用いられ、開業に備えて、イギリス製のガソリン機関車が7両が導入された。1919年10月に、イギリスをはじめとした、連合国がムルマンスクから撤退し、翌1920年にムルマンスクの実験が、ボリシェビキの元に戻されて、以降も、ムルマンスク軌道は引き続き重要な輸送機関として、運行を続けた。当時のムルマンスク市では、 馬車が存在せず、港から市内中心部への水や、焚き木、食料などの物資輸送において、ムルマンスク軌道は大きな役割を担っており、当期にはムルマンスク市民の便乗も行われていた。さらに1920年代初頭には、利便性の高さが評価されたことで、ムルマンスク郊外への延伸計画案が提出され、1926年には本格的な旅客、 手荷物輸送の構想も発表された。1930年代初頭の時点で、ムルマンスク軌道の路線網は、開業時の約3倍に拡大していた。だが、1930年代に入ると、ロシア革命期に付設された線路や施設の老朽化が顕著となり、車両についても機関車の老朽化や修理部品不足が大きな問題となっていた。さらに、 ソビート連邦の計画経済の中で、ムルマンスク軌道に適した、心臓車両の生産も行われないことが確定した。そして1931年、ムルマンスク市の開発計画委員会は、同市の今後の公共交通はバスなど自動車を主体と、することを決定し、1934年7月8日を、もって、ムルマンスク軌道の廃止が発表された。その後も一部区間は、 各種施設の建設用に使われていたものの、最終的に1930年代の終わりまでに、すべての線路が撤去されている。ムルマンスク軌道が付設される以前、都市計画が始動した1915年時点で、ムルマンスク市には、将来の都市の発展や人口増加を見据えた路面電車の建設計画が存在しており、8両の2、軸車により、 最短10分間隔での運行が予定されていた。だが、ロシア革命の影響で計画は頓挫し、実現することはなかった。ただ、ソ連成立後も、同志当局は、将来的な人口増加に合わせて、路面電車の建設も想定している旨を発表し、第二次世界大戦を経た1946年には、ムルマンスク市の基幹交通として、 路面電車を建設する計画が再度発表されたが、翌1947年にトロリーバスの建設計画へと変更された。そのため2020年現在もムルマンスク市内に路面電車は存在しない。一方、このトロリーバス計画については1962年に開通したムルマンスクトロリーバスとして実現しており、2020年現在も ムルマンスク市の重要な公共交通機関、そして世界最北端のトロリーバス路線として運行を続けている。ありがとうございます。